はい、p o g 2 0 2 5から26キャロットクラブ募集予定、キャンセルバーっていう形でね。まあ、つまり募集予定出てたんだけれども、まあ、そこからノーザンファームさんが、まあ、競りで買ってきた馬が入りの、まあ、その分ね、一トンずあったのかなっていう馬が外れのでね、えー、っと、99頭いたのがね、まあ、10頭ぐらい、9頭かなとりあえず僕が、まあ、ざっと見た感じ、9頭アウト。 で、えー、っと、7頭か、6頭か七7頭か、はい、6頭いんで、えー、っと、99頭が、まあ、地方ば含めて96頭に減ったという中で、まあ、この辺の馬たちはね、この後どっか出てくるにしても、まあ、ノーザンファームが予定を変えたっていうことはっていうね、勘ぐってしまうあたりの馬たちなんで、まあ、 あの、庭先で動きがいいらしいって言った時に POG で飛びつかない方がいいのかなみたいな感じの馬たちかな。そんな感じですね。まあ、追加募集で出てきた時にどう検討するかってところです。まずは、えっと、リストナンバー11番、マニゾン・シャロットの23、ボバ、父コントレール、母の父ミズン・マスト、えっと、出産時の母の年齢が11歳、母出産時の祖母の年齢が15歳、お母さんはアメリカの G3 を買って G12 着がある馬ですね。 お姉さんさん頭合わせて JRA で1勝しかしていない。まあ、ちょっとね、えっ、ー、と、そこの時点で微妙だったりはしたんですが、まあ、ただね、勝ち上がったお姉さん、その一勝ね、一応勝ち上がったお姉さんがキャロットっていうあたり、まあこの兄弟のそこそこいい馬っていうのはキャロットに来ることになってんのかな。じゃあまあ少し期待してもいいのかなっていうね、その辺だったんですけどね、まあ あの募集中止というか、募集取りやめになりましたね。まあ、そして13番。アーマインの23。ボバ。父スワーブリチャード。母の父エクスチェンジレイト。出産時の母の年齢が20歳。母出産時の祖母の年齢が10歳。お母さんはアメリカの G1 馬。お姉さん、お兄さんお姉さんもね、みんな条件止まりで、まあ、生産牧場を見ると、ノーザンファーム以外の名前が書いてあった場合に、ノーザンファームの神、あの、 こう仕入れと育成とかって言って、やってしまいたいところなんだけれども、まあ、この馬の場合、えっ、ー、と、繁殖品馬の所有者を確かめてみると、ノーザンファームのまんま。まあ、つまり、えっ、ー、と、予卓に出されて、まあ、ノーザンファームの繁殖品馬群の中で2軍、3軍の扱いってところですね。まあ、母高齢だし、まあ、出来もね、そこまででもなかったってことなのかなという解釈になってしまうところです。 そして募集番号16番。アドマイヤ・ローザの23。貧馬。父・キズナ。母の父・ハーヴィンジャー。出産時の母の年齢が9歳。母出産時の祖母の年齢が7歳。まあ、祖祖母のアドマイヤ・グルーブはエリザベス女王杯連覇。祖母の妹・アドマイヤ・セプターは営半杯2着ということで、まあ、四代母エアグルーブ。エアグルーブの初語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 ,語みたいな感じで続いてきた品形。も2番子か3番号ぐらいかな。まあ 前にね、それの、その発語がキャロットで募集されてたからね、去年か、だか、一昨年だか。まあ、そういう意味ではね、ここのライン、祖母の代からは活躍場が出ていないというね、まあ、エアグルーブの品系の中では少し活力を失っているラインかなという中で、まあ、募集、取りやめとなりましたね。まあ、そして、えっと、リスト番ナンバー42番、フィリアプーダの23。 ヒン馬。父、レイディオロ、母の父、ハービンジャー。出産時の母の年齢が7歳。母、出産時の祖母の年齢が15歳。お母さんはフェアリーステークスの家中馬で、おじ。お母さんのお兄さんにアサヒハイフューチュリティステークスを買ったアルフレード。まあ、2歳戦から結果を出している注目すべき品系。まあ、ただ、レイディオロのヒン馬っていうあたりがちょうどね、マイナス要素みたいにねなりつつある中で、まあ、 この時点でね、ちょっと出来がないとなってくるとね、出来が良くないとなってくると、まあその後の成長力、今のところ、イデオ王のン馬にそこまで信頼感がないなという中で、まあ難しいんだと思います。まあ、そしてリストナンバー65番、アースローバーの23、貧馬、父リアルスティール、母の父、金車さんの奇跡、出産時の母の年齢が7歳、母出産時のそばの年齢が14歳、 祖母、ビアンローズは G3 勝ち。まあ、いとこのジュビリーヘッドが重傷2着2回。おじ、お母さんの弟に目黒記念2着のシュバリエローズということで、まあ、品形見渡して重傷2着2着っていう場合、まあ、ね、あの、そこから急に勝ち切るっていう例も少なくって、まあ、POG 的にはかなり難しいところ。まあ、勝ち切れない万世品形ってあたり、まあ、どっかね、やっぱりね、弱いところというかあんのかなと。 という中で、まあ、募集も、ね、取りやめになってしまったというところですね。まあ、そして、えっ、ー、と、リストナンバー75番、ギーニョの23、ヒンバ、父、シスキン、母の父、サンデー・サイレンス、出産時の母の年齢が20歳、母、出産時の祖母の年齢が12歳、おば、お母さんのお姉さんに、エリザベス女王杯を買った、トゥザ・ビクトリー。まあ、お兄さんお姉さんも条件止まり。 でもあるんでね、この馬自身決闘的にも期待値、もそろそろ期待値低いなというところなんですけども、まあここまでこっからと見ていってもね、やっぱり募集中止になる馬、母高齢とかっていうところで引っかかる馬がね、結構多いんですよね。まあ出産時の母の年齢、母出産時の祖母の年齢、それぞれね、まあ統計的には 優位にやっぱ高齢になってくるとダメっていうところが出てくるまあボーダーラインとしては12歳13歳っていうあたりのねデータなんですけどもどっちかは引っかかってるっていう馬がねほとんど今回紹介する9頭のうちまあかなりのね割合でそういうところなんでねやっぱ母高齢良くないなというデータの一つにはなると思います、まあ、そしてリストナンバー86番マルティン・スタークの23品馬父里のジェネシス母の父シンボリ・クリセス 出産時の母の年齢が18歳。母出産時の祖母の年齢が15歳。おじカラメルアートは、慶応杯2歳に際して、スの三着馬お母さんのお兄さんですね。まあ、これもね、ノーザンファームがお母さん予宅で外へ出して、母高齢で、まあ、しかもね、あの種付けされた種母馬が、里のダイヤモンドではなく、その代用種母馬里のジェネシス。 なかなか面白いことになっているぞと、こんなもんが募集候補に入ってきて、これで JRA デビューだったら、逆に面白い歴してんじゃねえかと、ちょっと楽しみにしてたんですけどね。まあやっぱデータ的には厳しいですよね。まあやっぱりなって感じにはなってますが、逆に里のジェネシスの3区が、キャロットとかね、まあシルクでものあのサンデーレーシングでもそうだけど、ノーザンファームの この表のねクラブの募集場に名を連ねたらそれはそれで面白いぞというのはあります。まあ、そして、えっと、リストナンバー87番メサルティムの23ヒンバ、父シュバルブラン、母の父ディープブリランテ、えっと、出産時の母の年齢が8歳、母出産時の祖母の年齢が8歳、母のいとこにレディースプレリュードを買った玉のブリューネット、祖母の兄スピリタスは重傷3着2回、 だから、四神党以内だけってことで言うとね、このスピリタスだけなんですよね。まあ、ノーザンファームの系統としては活躍場の少ない品系で、大物感がある系統かっていうとそうではないし、まあ、やっぱりね、ちょっとその中で、まあ、無理がしてた部分が出ちゃったのかなというようなね、募集取りやめとなってます。まあ、そして、募集版、リストナンバー90番、フィニフティの23、ヒンバ、父マクフィ、母の父、ディープインパクト、 出産時の母の年齢が8歳。母出産時の祖母の年齢が10歳。お母さんはクイーンカップ2着。おじ、お母さんのお兄さんにステファノスということで、まあ、ステファノスもね、ニュージーランドで活躍し場を出している守護場となってきていて、まあ、重症実績の一応あるお母さんの2番号ということで、まあ、この辺なんかはね、キャロットの、こう、キャロットのこれぞという品系なだけにね、注目はしていたんですが、まあ、その2番号、 トンズあったんですかねちょっと追加募集に出てくることを期待したいなというような感じにはなってしまうと思います。まあ、今回のね、9と、まあだいたいこう追加募集ね、まともなら出てくるのかな、少しこう、感覚を置いて良くなってくるようだったらそっちに出てくるのかなというのはね、若干期待したいところなんですけどね、まあまたこんな感じでいろんなチェックしていきたいと思います。以上、発注でした。